はい、今回は iPod クラシックということでね、第6世代 iPod の紹介となりますけどもね、 iPod 編最終回となります。まあ、最終作品となりますんでね。ということで第6世代になりました。まあ、この iPod クラシック第5世代でね、基本的には完成となりましたが、従来の iPod のね、トレードマークだったのかな、ポリカーボネードから、アルミ筐体へと変更してね、非常に、まあ、スタイリッシュになって帰ってきたといった感じであります。まあ、アルミになった影響なのか若干重たく感じますね。あとひんやりしてますね。まあ、中に入ってるものはね、まあ、昔よりは多くなくなっちゃいましたね。少なくなりました。こんな感じで本体と、ちょっとしたトリセツと、ドックコネクターですね。あとイヤホンといったところでしょうか。まあ、懐かしのドックコネクターとなりますね。まあ、こちらが同梱物になっていたと思います。ただちょっとね、忘れてしまいました。2007年のね、発売となります。で、こちら2007年の Apple Products ということでね、9月に一気に発表となりました。iPod Shuffle、そして Nano、そして今回ね、投入された iPod Classic、まあ、第6世代というやつになりますね。iPod Touch の初代がね、投入された時でもあります。ということは、実は iPhone が世界で初めて登場したのも2007年です。日本にはですね、2008年に iPhone3G として初めて入ってきましたけどもね、その初代の iPhone が登場したのも2007年ということで、Apple にとってはね、戦略的な年だったんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとね、あ、これもうね、電源オンにしちゃってありましたね。はい。ということで、非常にね、スクリーンもね、綺麗になってますね。明るいんですよ。まあ、とりあえず明るさがわかるとすれば映像なんですが、ちょっとね、元ソースがね、そんなにクオリティの高い映像じゃなかったんで、うん、まあ、当時はね、こういって、ね、映像をパソコンで iPod 形式とか PSP 形式にね、直して、よく持ち運んで見てましたね。まあ、結構、こう、モバイルマルチメディア機が台頭してきた時代だったんで、まあ、iPod にもね、映像ソースを持ち込んで、まあ、見ながらね、楽しんでいたというわけですけど、まあ、今のね、サブスクとまたちょっと違くて、ちゃんと自分でね、元ソースを用意して、それをちゃんと iPod に合う形式にコンバートしなきゃいけないっていうのがなかなか大変でしたけど、まあ、この頃は、まあ、iTunes Music Store もできてまして、まあ、こういったね、ちょっとした映像ソースも販売してましたね。ではですね、ちょっと外観を見ていきたいと思います。さっきも言いましたけど、ポリカーボネードからアルミ筐体へと変更になりました。その他はね、第5世代と基本的には何も変わってないですね。まあ、触ってみてしっとりというか、非常にこう、ひんやりとした感じがします。まあ、デザイン的なものはもう完成しちゃってますんで、まあ、本当にね、変わってません。うん。こちら第5世代ですね。まあ、パッと見違うのは白からシルバーになったかなというぐらいなんですけど、要するにポリカからアルミに変わってますね。この第6世代はですね、2007年9月に登場となりました。 80GB モデルと 160GB モデルの2つですね。で、同じように見えますけど厚さが違うんですね。 160GB モデルの方がちょっと分厚いという形になっちゃってますね。まあ技術的というか、まだね、80GB モデルと同じ厚さに落とし込むだけのハードディスクがなかったといった感じでしょうかね。では次ですね、シリーズをちょっと見ていきたいと思いますけど、この第6世代って実は3段階分かれてます。まずね、2007年に出たのが左側のやつです。で、真ん中のやつが2008年、1年後です。一番右端が2009年に発売したモデルになりますね。まあ、こんな感じで同じように見えても違うんですよね。一応、便宜上このように分けて言われてました。iPod
第6世代と 6.5 世代なんて言い方してたんですよ、当時はね。ただまあ最近はもうクラシックで統一されちゃってますんで、細かい分け方はしてないかなと思います。まあ1年おきにバージョンアップしてるといった感じがしますね。で、容量もこのように変化してますね。で、160GB でモデルでスリム化が困難だったのか、ただね、2年後にはね、スリムタイプの 160GB モデルが投入されたんで、まあハードディスクの方がね、スリムになったのかなというのがわかると思います。ではですね、iPod クラシックシリーズを見ていきたいと思いますけど、ご覧のように、一番最初のモデルですね。ここ、実はぐるぐる回るんですよ。物理的に曲がる。ところが第2世代ではくるくる回らなくなって、タッチセンサーへと変わりましたね。で、第3世代はですね、ちょっとやっぱ悩んでいたのかなって気がしますが、メニューとかのボタンが、リング状から上にね、4つになりました。このスタイルはこれしかないので、あんまり良くなかったのかなといった気がします。次、第4世代ですね。ついにクリックホイール採用ですね。ホイールのところにボタンがついてますんで、非常にスッキリしました。これがスタンダードとなっていきますね。で、このように U2 エディションなんかも出てましたけど、で、第5世代はこんな感じですね。そして一番右側が第6世代となります。一番の変更点はポリカーボネードからアルミデザインへと変わったといったとこでしょうか。まあこんな感じで見ていくと、基本的にはほとんど変わってないというのがこの iPod クラシックシリーズの特徴だと思います。今度はですね、初代 iPod とこのね、第6世代を比べてみます。最終世代です。どんだけ進化したのかなっていうのがわかると思いますけど、まあ厚さは半分になりました。厚さは半分。で、容量は、まあ一番最初のモデルはね、5GB モデルだったんですけど、最終的には 160GB になったんで、12倍ですね。12倍の容量をアップしました。このように見ると、いかに初代が分厚かったのかっていうのがわかると思います。まあこんな感じですね。で、2014年についにこの iPod Classic は役割を終えて、販売中止になってしまいました。まあこのね、完全に音楽機能がなくなっちゃったのかっていうと、まあいわゆるスマートフォンのね、iPhone へと受け継がれていきました。で、この時代ってね、本当ポータブルマルチメディアゲーム機なんかも出てきて、まあ本当にマルチメディア持ち運ぼうっていうのがね、一つのトレンドにありましたんで、まあその中で iPod もね、ソフトウェア的に変化していき、まあ音楽だけじゃなくて映像もね、見ることができました。で、iPod Classic シリーズは先ほども言いましたけど、初期からほとんどデザインの変更がないと言ったんですが、その逆に行くのがこちら iPod Nano シリーズとなりますね。iPod Nano シリーズはですね、その時代のトレンドを取り入れてね、常に形を変えて中身の機能も変えて進化していきました。デザインによってはね、ビデオに対応したりとか、なんとそのビデオそのものをね、撮ることができる、映像を記録させることができる、タッチパネルのついた iPod Nano シリーズなんかもありましたね。といった感じで、いよいよね、iPod 第6世代が販売中止となってしまいですね、徐々にというか一気に iPhone の中で音楽を聴くというスタイルがね、中止となっていたため、 iPod シリーズはね、終了してしまいました。まあいわゆるこう、今までね、携帯音楽プレイヤーというとウォークマンを代表とする、まあソニーが筆頭だったと思うんですけど、そのね、牙城をね、突き破ってた iPod。 まあこのね、本当に、とにかく最初、衝撃的でした。ハードが衝撃っていうよりは、このね、インターフェースがね、衝撃的だったんですよね。シンプル is the best。ということで、次回は iPhone 編です。ではまた。